気をつけろ。腐ってやがった。落ちない。大丈夫。くそ。また行き止まりだ。足が落ちちまってる。こういうコレクターは2階建てになってる。こっちだね。行こうか。うわ、いそうだな。待て、なんか昼みたいなのがいいんだけど。いえ。まずいな、昼がいるぞ。これは昼の親戚ですかね。なんかいる？深いよ、結構。通るよ。いじめないでね。水の中に何かいる。いるのかよ。戻る？いや、もう行くしかないね、これ。どっちが正しいの、これ。あそこか。大丈夫か。やべえな。汚染度が高い分、珍妙なミュータントが多いですね。こっち？こっちじゃないね、そっちだね。大丈夫。しょ。これが地元の連中か。あら。どうもモスクワの処刑穴を思い出させるな。すごいことになってる、ね。8000キロ旅して、またも処刑穴にたどり着くと。この者たちもスパイ呼ばわりされたのだ。お、作業台か？表記殺人鬼って書いてある。誰？どこ今表記どこに書いてあった。あ、これか。ここね。こいつらは殺人鬼だっていうことね。これでこんな感じになってるのか。処刑されたみたいですね。こっち通れない。じゃあ行こうか。しないね。見たところせいぜい死んでから1年で。あ、じゃあ生きてんだね。まだ生存者いるかもしれないですね。そんな長く経ってないってことは。気をつけてな。おお。アルソン、敵か。うん。ここはいつものメトロじゃない。何かあっても助けは来ない。びっくりしたわ。問題があるなら勝手にオーロラに戻るんだな。助けて。一人でも薬を持ち帰ってやる。ありがとう。何？何の音？先を急ぐぞ。次からは足元にも気を配れ。大丈夫そうだね。こんなところで時間を食うとはな。トンネルが見えてきた。大丈夫か？ちょっと待って。なんか電気が怪しい。さあ、ここの生き残りはどれだけいるんでしょうかね。おかしくないぞ。怖い。ここも走り抜けた方が良さそう。うん。OK。大丈夫？よかった。我々は駅の端にいる。待て、今照明を。戦車がある、小型の。くそ。やはり戦争が。ねえ。懐かしいな、これ。メトロのね、あの一作目とかに出てくる機銃なんですよ。移動型の機銃ですよね。この走行したトロリーで防衛していたようだ。そしてこれも破壊され、トンネルを爆破したと見える。援軍が来るはずもないからな。駅へ向かうぞ。何かあるかもしれん。ああ、昔の相棒だ。デュシーカじゃないか。どこ？包囲線だな。駅の入り口。あ、これか。多分これのこと言ってんだと思います。生存者は大勢いたんだ。互いに殺し合うようになるまではな。嘘もモスクワでは少しは役に立ったわけだ。どっちがいいんだろうな。嘘の上に気づいたせいか、真実から生まれた死か。
あ、めっちゃ死んでる。なんだ、あ、何かおかしい。これ何、何があったんだこれ。絶対メトロとまた内容は違うよね。こんなことになってる。あ、ん、なんか音がする。お前はどうだ、今のは幻覚か。あ、今のか。なんかポーンって変な音がしたね。物質か、かなりの量にさらされたしな。ポーンって変な音がしたんだよ今。多分それのことだと思う、ミラーが言ってんのは。どうや、行くよ。うわー、たくさん死んでる。すんげー、また墓だ。ここで決着がついたんだろうな。ゲートを調べるぞ。次の駅に繋がっているはずだ。了解。いやー、すごいすごい量の死体、たまらんぞこれは。今のは何だ。なになになに、なに、なんか変な音する。まただ。はっはっ、マジか。ちょっと待って待って待って、マジか。隠れてた、見えたとかね。少し可愛い顔しやがって、凶暴ですね。来るぞ来るぞ来るぞ。大丈夫、見えたね。さすがに答えたな。くそ、なんかまだ音がするね。さあ来い。また幻覚を見てるのか。死者が蘇ったか。やつらの寝床にお邪魔したようだ。行くぞ。行きましょう。ね、若干可愛いよね。若干可愛いよね。あいつらミュータントの顔。あのメトロのミュータントに比べると。周囲を見ておけ、アルトム。うん。使えるものがあるかもしれない。うんって大差なのにね。友達感覚で喋っちゃった。オスカム？オスカムって書いてあるのかな？オスコムか。オスコムって書いてますね。どういう意味か分かんないけど。下に向かいましょうか。基本的にメトロシステムの設計は同じだから、ここにも通風口がある。あれ？じゃ、上に続いてんね。どっか登る場所あっかな。どうだろう。ここ壊せる？壊せないか。下、あ、ここ行けそう。うわ、生き残りがいた。子供子供子供。無線機持ってる。あ、この子が出してた音？よし、手を貸そう。OK。この子が背負ってるところから出てる音っぽいよね。ちょっと待って待って待って。え、すんげえ今瞬間移動したんだけど。すごかったね、シュンって。一瞬で先に行きました。あの子が出してた音かな。さっきヒュンヒュン言ってたの。なんかそれっぽく聞こえんだよね。今あの目の前にいたとき、イベントが発生したとき。ちょっと待って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 、違う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 、傷つけないから。あれどこ行った、あの子。素早すぎるだろ。え、ここ通れたの、あれからって。無理やろ、早っ。何者この少年、すごい動きを見せますね。将来有望ですよ。って。いや、ちょっと見失っちゃいました。ここから先には行ってないはずだ。向こうを確認しろ。あ、こっちは私が調べる。あったあった。
あ、ここから行けんのか。オッケー。おおお。ここにおったか。もっと捕らえるんだ。止まれ。どこに行くつもりだ。もう離さんぞ。なぜ逃げた。洗いざらい話してもらうぞ。小僧、所属は。オスコの即応部隊所属、キリル・フレーブニコフ。これ以上話すことなんてない。殺せよ。取れる。心配するな、我々に敵意はない。上官に合わせてほしいだけだ。敵意はない。僕はオスコムだぞ。あんたたちは奴らの一味じゃ。奴ら、誰のことを言ってるのか知らんが、それが子供を殺すような奴らなら間違いなく我々の敵だ。ともあれ、上官のもとに連れて行け。会いたい理由は。進行中の任務は機密事項だ。詳しい話は召喚にしか言えん。わかるな。さあ連れて行ってくれ。いずれにせよお前に選択肢はない。わかったよ。余計なことはするなよ。じゃあよろしくお願いします。え、あ、松明か。びっくりしたわ。こちらよ。すぐそこが駅さ。え、急に懐いたぞこの子。どの駅だ。急に懐いたね。どの駅って。プロスペクトだよ。期間までもう一息だ。このまま行くぞ。あるぞ。 OK。 待て、行きなし。大丈夫。行くぞ。待って、もうすぐって言ったけど、なんで期間に行くの。お前も頑固だな。任務だよ。あとは秘密だ。機関で任務。でももう緑のやつは残ってないよ。あーね、プロテクターのこと言ってんだね。緑のやつ。なんだそれは。知らないの。待って、どこの駅から来たの。アルチョムはエキジビション、私はポリスだ。え、それどこ。モスクワだよ、少年。来たな。くそ、無駄ですね。よけよけ、任せて任せて。手を貸して。来い。お願い。よし、この防衛は任せて。あー、節約節約してたらちょっと痛い目見ましたね。装填、装填。あら、こういうのはどうだ。え、何？ロケラン？それ何？それ何？すんげえ気になってたの、その銃。何？来るよ、来るよ、来てるよ。あ、来やがれ。今だ。落ち着いて。グレネードを使え。グレネード、はい。あ、ごめん。あ、機関投げちゃった。あ、機関投げちゃった。なんか強そうだね、それ。空き缶投げちゃったよ。スキルゾーン。なんか強いね、それ。レールガン。グレネードを食らえ。それ、火炎瓶だよ、ミラーさん。グレネードじゃないですよ。くんなー。くんなー。まあ、ヘッドショットで終わらせますけど。やんだか。やんだっぽいね。ちょっと充電しとこう。あぶねあぶねあぶね。あの逃げっぷりよ。昔を思い出すぜ。フレーブニコフ、出てきて構わんぞ。逃げた？これ逃げた、逃げたっぽいな。どこに行った。まさか逃げたのか。さすがにもう見つけられんぞ。どうだろうどうだろう。やはり目を離したのはまずかったか。ありがとう。生きてるじゃねえか。本当にモスクワから来たの。そう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 。私はミラー、大佐で特殊部隊のリーダーだ。このアルチョムは私の部下。列車に乗ってモスクワから来た。すげえ、すげえな。待って、ゲートを開けるよ。結構あれなんだね、あの、簡単な装置なんですね、ここ。
で、これで降りると閉まる感じだよね。ごめん、ちょっと資材ください。ボートの仲間なのかと。ボートじゃない、ボートじゃない。昔戦争があってさ。はいはい。そのようだな。よいしょ。いや、無線機だね、これよく見たら。ちゃんとアンテナ出てるじゃん。うん。さっき見たら普通のバッグに見えたんだけど。バグですかね。植物が育ってる、すげえ。いいとこに住んでるな。みんなはどこだ。父さんは任務についてる。で、他には誰もいない。戦争が始まってからはね。え、じゃあお父さんと二人きりってこと？これかもしれないね。ああ、核戦争にびくともしない都市も内紛になるとこれか。二人きりになってどれぐらいだ。1年くらいかな。ついてたんだ。緑のやつが箱いっぱいにあったからね。金持ちみたいな。あるじゃん、衛星写真だ。アリョーシャとお前が迷った渓谷はここだ。なあ、こんなものを一体どこで。昔スタルカーが衛星通信センターから持ってきたんだ。スタルカー、親父さんが任務中だと言ったな。いつ頃戻ってくるんだ。わからない。出たのはいつだ。1ヶ月ぐらい前かな。もう3週間も連絡がないんだ。ちょっとまずいぞ、それは。そうか。どこに行ったかわかるか。任務の内容は。衛星通信センターに行ったんだ。春には町を出る予定で、被害状況がわかる地図を手に入れようと。それがあれば安全なところがわかるはずだって。なるほど。無線を使わせてもらうぞ。オーロラに連絡だ、アルチョム。私はその地図を目指す。あいつらに伝えないと。聞こえるか、オーロラ。ミラーだ。大佐ですか。はっきりと聞こえてます。どうやって通信してるんです。作戦変更だ。生存者を見つけた。話を聞けば衛星通信センターは健在だという。私はそこへ行き地図を入手。アルチョムは単独で機関に向かう。了解です、大佐。アンナはどうだ。眠ってます。急いでください。カティアが言うにはアンナはまだ発作を起こすと。そして今の体力ではおそらく。応答せよ、オーロラ。どうぞ。聞こえるか、オーロラ。どうぞ。くそ、またダメか。アルチョム、もしその親父さんが汚染のない土地を見つけてたら、アンナはもちろん我々全員にとってのチャンスだ。まともな人生が送れるぞ。地図を手に入れるぞ。薬を手に入れたらここで合流だ。その後待って、帰投する。汚染対策なしに出ちゃダメだよ。まだ3つ残ってるんだ。父さんと町を出るために取っておいたやつが。すまん、助かるよ。アルチョム、その間に準備を整えておけ。オッケー。ミロ、作業台もあるじゃないか。そうだ、私のレールガン。あ、やっぱレールガンだったんだね。お前が持ってた方が役に立つかもしれん。レールガンください。弾薬を忘れるなよ。あ、了解です。準備ができたら知らせてくれ。はい。ということでね、無事ではないんですけど、まあね、無事にですね、のぼしビルクだっけについてね、メトロに入ってここまで来ることができました。そして生存者がね2人いるってことが分かりましたね。はい。ここで作戦がね変更になって、ミラーは衛星地図を手に入れるために、地図がある衛星センターに向かうことになりました。そしてアルチョムは機関に行って薬を手に入れる、そういった役割分担になりましたね。ああ、そうだったのか。あ、大丈夫、気にしないで。ちょっとあの話されるとすごい気になっちゃうから、ここでタイムしましょう。はい、まあそういった感じになりました。なので次回はね、こっからの続きでプレイしたいと思いますね。このことお父さんもね仲間にして
ぜひ安全な地を目指したいですね。いやー、びっくりしたね。衛星通信センターが今でも稼働してるっていうのは。うん。なんつうのかな、あの、ね、汚染度が高いだけであって、そこまでね、物理的な被害を受けてないから稼働してるんでしょうね、おそらく。はい。それでは、いよいよ、メトロ、エクソダス、終盤戦ですが、ね、皆さん、最後まで見てやってください。よろしくお願いします。それではね、島津のメトロエクソダスでした。失礼させていただきます。バイバイ。